ティモシー・ドナルド・ロカストロは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オーバーン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2013年の MLB ドラフト13巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールド・ブルージェイズで、プロデビュー。43試合に出場して打率。 283、1本塁打、13打点、12盗塁を記録した。2014年は A-9 バンクーバーカナディアンズでプレーし、67試合に出場して打率。313、1本塁打二27打点、32盗塁を記録した。2015年は A 級ランシングラグナッツでプレーした。2015年7月2日に、 インターナショナルボーナスプールとのトレードで、チェースでヨン部と共にロサンゼルスドジャースへ移籍した。移籍後は、参カの A 級乱直モ門がクエックスへ配属され、移籍前を含めた2球団合計で111試合に出場して打率、276、6本類打、39打点、41盗塁を記録した。2016年は A 級、 乱直カモンガと AA 級タルサドリラーズでプレーし、2球団合計で131試合に出場して、打率28。285,6本塁打、52打点、24盗塁を記録した。AA 級タルサドリラーズ時代2017年は、AA 級タルサとトリプル A 級オクラホマシティドジャースで、プレーし、2球団合計で127試合に出場して打率。3 8 0本塁打。 40打点、34盗塁を記録した。9月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のコロラドロッキーズセにてダイソーでメジャーデビュー。この年メジャーでは3試合に出場して1盗塁を記録した。2018年は18試合に出場して打率、182、4盗塁を記録した。オフの11月20日にリーフとなった。 2018年11月21日にドリュー・フィンリーとキンセントのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍したが2019年1月14日に DJ ル・メイユの加入に伴いディーフとなった2019年1月16日にロナルド・ロマン及びキンセントのトレードでアリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ移籍したシーズンでは91試合に出場して打率250 一本塁打、17打点、17盗塁を記録した。また、この年はサヨナラ打を3度も放つなど勝負強さも見せた。2021年7月1日に、キーガンカー,アーティストのトレードで、ヤンキースへ移籍した。打席では、ベースの近くに立つわけではなく、覆いかぶさることも踏み込んで打つこともないが、投球を全く避けないため支球が多い選手として、知られる。 2019年は250打席で死球での出塁が14個なのに、対し死球での出塁は22個もあった。ありがとうございます。